おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。なのですね、あんまり最近寝れない日が続いております。なんか休みの日に限って寝れないって感じだね。はい。でね、じゃあね、今日寝たいわけですよ。休みの日なんですけど、今日ね、健康診断があるんです、会社の。なので、まあね、先ほど今起きたんですけどまああんま寝れなかったわけですよ。寝たいなーと思ってたんですけど、寝ようとしたら蚊が飛んできたり、なんかね、ピンポン鳴ったんだよね、家のピンポン。家のピンポン鳴ってさ、すぐに、見てみても誰もいないのよ。そしたら隣の家のところもピンポンって聞こえんのよ。これはまさかさ、ピンポンダッシュだよ。そんなピンポンダッシュに悩まされた男、今日はとあるチームを考えてあります。行ってみよう。今回使っていくマシンはこちら、メタルキングメタルサイムゴーラさん来ました。いよいよね、 DLC の登場によって今までできなかったメタル3体パーティーが組むことになりました。はい。基本的に今までで DLC なしだと、まあハグレメタル、メタルキング、メタルサイムってことでプラチナキングになることやっちゃったじゃないですか。 DLC を入れることに合体しないわけですよ。もうこんな絶対プラチナキングより強いだろ。 HP2 倍あるべや。はい。というわけで、この DLC で手に入れたゴールデンスタイムを入れたパーティーとなっております。全員メタルですね。はい。メタルボディのね、まあ、今更なんですけど、メタルボディのこのゲームのおさらいをしますと、呪文は無効です。はい。確かに呪文は無効です。ただし、ブレス攻撃とか補助呪文は効いてしまうのがこのモーバットなんですよ。はい。普通効かない印象あると思うんですけど、皆さん。なんかこのゲームね、補助呪文やブレス攻撃が効いてしまいます。さあ、まずは行ってよい、メタルキングスマイルで、実際問題、こいつらのステータスっていうのは、攻撃ステータスは低めなんですよ。ただ、モンスターマスターの称号が今回入ってますんで、はい、ナイス！モンスターマスターの補正によりね、全員ね、攻撃力がそこそこ上がっております。さあ、来ました、黄金の体、ゴールデンカーターま、こんなもん、十分十分。称号効果でね、攻撃がだいぶ上がってっからね。さあ、本当に来るぞ、お前ら。大丈夫か？メタルの輝き。はい。いや、でもそんなに食らうの。結構食らうね、君たち。思いのほかね、結構このゲームね、メタル系食らうんですよね。なんかこのゲーム意外とメタル系がね、硬いかって言うとそうでもないですよ。230食らってるし。デンタゾーマスの方がよっぽど硬いですよ。こいつバカですよあ、こいつバカっす。ちなみに。あんま相手はあんなよ。はい。まあ、そらそうなるでしょ。そらそうなるでしょ。実際問題、メタル系の硬さって実はこのゲームナンバーワンってわけでもなくて、メタルキングなんかより多分ね、デスゴーゴやデンタゾーマスが硬いですね、これ。まあ、なんでかって言いますと、まあ分かると思うんですけど、耐性の軽減パーセントっていうんですかね。はい。なんで身の守りが150のデンタゾーマスも打撃耐性の軽減パーセントがメタルキングやね、主人公たちより高いので、いつも頭がおかしいような硬さが出てるわけですね。はい。さあ、こちらも、炎の呪文、炸裂だー！いや、いいねー。メラも安定してるねー。そして、こちら、行きましょう！行け！なんて言うの？これ。ゴールドブラスター。金色の輝きは爆発！ゴールドブラスター！あ、強っ！あ、強いじゃん。お、結構普通に強い。あ、こいつバカですよ！あ、こいつバカですよ！はい、余裕！これを一度やりたかった人もいたでしょう。プラチナキングじゃないとできなかったから、これマジで面白いな。ちょっと何これ攻撃呪文無効だかんな、こっちは。天地雷鳴拳、いや普通にこれ怖いんだけど。メタル系統って属性攻撃には弱いんだ。大丈夫か。わー、普通に結構食らってて、くさあ、やべ、星呪文かかるぞ、これ。おい、まさかかんない。さあ、もう一回来た。いや、これかかるからね、実際問題。おー、俺かかんないね。君どうしたの？君今日は調子悪いね。どうしたの？ちょっと外に早退する？君ちょっと調子悪いね、今日。調子悪いんじゃない？早退する？はい、ここでギガデン行ってみましょう。これ勝ったね。もう勝った、勝った。メタル系の素早さ240だよ、こっちは。基本的にメタル系の素早さは舐めちゃいかんよ。はい、メタルサイムが最後に。ここで目にも止まるスピードフェア！行くぜ、目にやってんねれば。はい、オッケーこれは翼いじめですわ。実のところ言うと、これモンスターマスターじゃないと成り立たないんですよ。いや、職業だと戦士とか、まあ別に言えられるんですけど、そっちの意味じゃなくて、
魔物使いでこれ使った日にはもうね、実は悲惨なんですよ。こいつだって今 HP1790 っていうさ、そこそこなんか強そうに見えんじゃん。称号なしだと700ぐらいしかないからね。舐めとんみたいな HP しか出ないんで。さあ、ここでまずスーパーハイテンションだったら、誘惑乗りしときゃよかった。ごめん。誘惑乗りしとくべきだったわ。やべ。間違えた。そうだ、大輝くんの攻略候補忘れた。誘惑の踊りだったわ。ここ。余裕でしょ、でもまあ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 。メタル系の硬さ見せていけ。大丈夫かな。メラでとりあえず打点取って、打点は取れるよ。なるほど。そいつになるんだ。で、キング、まあ、基本的には大丈夫だと思います。メタル系統ね、そこそこに賢い奴らが多いんで、いいねー。やっぱ、称号で上がった力を活かしていくのいいね。はい、ゴールデン勝ったー。あ、出るねー。メタルキングやっぱ強いな。こうするとメタルキング、メタルキングよりさ、あれ、だいぶ軽くあるね。いいね、いいね。普通に悪くないよ。マッスル、これ、スーパーハイディションからマッスルダンスです。こいつ、体見せつけてます。うわ、いいね。はい、サイドチェスト？うわ、すごいや。体見せつけろ。だからなんやねん。スーパーハイテンション通行の一撃。いや、まあ、これ当たったとしても、まあ、どんぐらい？にゃー！結構ぐらい。混乱するか？大丈夫やった。ここら辺でいきますかね、じゃあ。はい、今日もよろしくお願いします。誘惑乗りでいきましょう。行くぜ、おい、止まってけ、とりあえず。はい、せーの、にゃー！あいだ！毎回、ねえ。これさ、毎回俺の動画でさ、このチーム出てきた時さ、毎回俺これしてない？あった？これは会心出るかな？メタルスライム。はい、ナイスー！いいねー。メタルスライムか、メタルスライムが正直ね、一番なんかね、強い印象ある、メタル系の中で。賢さがね、無駄にメタル系統って高いんで、それを活かせるメラを持っている、メタルスライムが一番使いやすいな、個人的に。イタテのやも会心めっちゃ出るし。お、こんな解説文だ。猛スピードで回転するイエーイ強やるーやる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 やってるメタル系チームやってるぞ今日いいよいいよメタル系とも!HP がこっちそもそも低いから逆転モードにもかかりにくいのか、単純に。そっか、こっちの HP が低いから、逆転モードにもかかりにくいのかもね。さあ、微笑みながら切り裂いていく。いや、いいねー。ゴールデンやるー CD。さあ、炎の呪文、炸裂だー弱点取ったー。いいねー。ラストはスマイルが、もうほとんど先生だよな、こんなん。行くぜ、キングアウーデビルプレッシャーイエーイこれさー、すごいな。ゾーマとか楽勝じゃねえの？ゾーマとか楽勝じゃねえの？ゾーマとか楽勝じゃねえの？全国の皆さん、お待たせしました。プラスエキングにもっと強いメダル軍なんで、ゾーマに挑みたいと思います。いや、勝てるだろ。これ勝てるべ。さすがにいけるべ、こんなんな。呪文ばっかり使う。さあ、始まりました。呪文ばっかり使うゾーマとの対決です。まさかこんな、これはひどいな。プラチナキングより2倍の HP あるよ。プラチナキング998しかにいけ、ほぼ2倍だからね、こっちの HP は。で、打撃弱点なんでね、メタル系の低い攻撃力でも、てか、もうまさか高いと言っとくけど、はい。うわ、出るーメタルスライム大体イダテンライバってね、普通に使うと180ぐらいなんだよね。さあ、回転数上がってけ、勢いそのままで引き裂いていけ、いいねー、ゴールサーちゃんやるねー。もうメタル系統のいいとこっちの絶対スマイルが早いだろ。いいね、スマイルちゃん。すごいすごい。さあ、こっから来るぞ。はい、おい、それ、お、何それ、何それ、あ、何これ、何これ、何これ、おこれ。サイコキャノン引かなくてよかった。サイコキャノン引いてたら、いや、分かったかも。なんだろうね。無料ゾーマって何あれやばいな、これ。ゾーマ楽勝か？ゾーマ楽勝パターンか、これ。ゾーマ道場ありかやばいな、やばいぐらい安定してるぞ。次だってさ、貯めるかもヘド。貯めとる。いや、貯めたところで。いや、でも貯めとる。いや、まだある。これ、このターンにあるわ、あれ。あれがあるわ。まあ、貯めてはいますけど、次の投機ぐらい、さすがに出ないでしょ、貯めた。貯めた後でもさ、1200とか出ないでしょ。だいたいね、だいたい僕のね、火力仕様はね、上から1200なんですよ。打撃耐性の上から1200が、まあ、一応の指標なんですけど、まあ、そんな出ないと思いますよ。3ターン目はサイコキャノンが自分を使うのは卓なんですけど、
まあ、ジゴスパークの方が怖いと思うけど、普通の皆さんは。全然怖くないよ。サイコキャラの方が怖いっていうね、とんでもなくなってますもん。あいよーい、打撃弱点取ってけ。だから、ね、ちょっとさすがにね、まあ、十分火力は出てるんですけどね、こうしてみると。火力は十分出てるね。いいね、メタリンチューン。十分。で、このターンは勇気を貯めずに、次のターンに仕留めれば勝ちですね。はい、ナイス。いや、夢だ、ダメ。最高限の、やっべ、貯めるから最高限だ。やべ、プラチナキングこれ死ぬ。プラチナキングこれ死んじゃうからね。いい来い。いやー、余裕。いや、余裕。マヒアもう仕方ないかなって感じですね。仕方ない。これね、もうこのダメージを見るに、5ターン目まで伸びればもう勝ちですね。このターンはね、マヒアとか入れつかアドなんですよ。うん。あーゴルサちゃん。ゴルサちゃん。まあ十分頑張ってる。もう、今度ホットじゃん。カメリカのサイクルなのに700しか食らわねえね。余裕だろ、こんな。余裕。これ入れつかアド可能性あるな。はい、何それ？え、何それ？なんか氷、何これ？熱い、最近熱いね。何これ？あ、ありがとう。涼しいわ。あ、なんか涼しいわ。かつて苦労した。かつてゾマリ、普通のゾマリ苦労してた。あの時の俺はどこに？宇宙要塞スラブラスター。いざ、ゾマリ鉄槌を下します。いけーって。2700だからもういいやって思っちゃって。いけ、スラブラスだー。いや、ゾーマ弱くはないでしょ。何こいつ、弱っ。あんま煽んなって、煽ったらあいつ来るって。ほらー、やばいの来た。呪文捨てたやつや。呪文捨ててる。こいつ呪文捨ててるんすよ。こいつ呪文捨ててるぞ。自分全然使わなくなるぞ、こいつ。やばいの来ちまったなぁ。この心臓魔がね、めんどく、あまりにもひどくって、何がまずいかって言いますと、今までメラゾーマ、ジゴスパークなどを使っていたゾーマの呪文がね、消え去って、特技攻撃ばっかりになります。挙句の果てにはね、一つ怖いのが、炎なんですよ。炎って何がまずいかって言いますと、このメタル系統3体、てかメタル系統全員に共通していることなんですけど、これは、炎の攻撃に弱いんですよ。炎属性の攻撃に、実は、小弱点なんですよ。アナウンスないけど、激しい炎とかで大ダメージ食らう。炎のリングとかの大ダメージ食らうっていう、そういう感じの火に弱いんで、こいつ何が問題かって、破滅の炎だな、魔界の豪からの、まあ、炎系の属性が多いんですよ。メタル系完全に殺しに来てますよ、こいつ。死者の呼び声もね、普通にね、やばいんだよな。急に呪文捨てたのよ、こいつ。そう、呪文捨てるっていう性質上、こいつと相性が非常に悪い。おい、ナイス。さあ、来るぞ。あー、来た。なにこれ。なにこれ。さっき見た。なにこれ。夏山、涼しいな。涼しいな。なにこれ。死者の呼び声回避した。いいね。よかった。まず一旦目。やばい、あいつ余裕だぞ。ゾーマ余裕だぞ。マヒアド使うのは結構類まれな話になってくるんですけど、ここからや問題は。問題はね、あまりにもきつすぎるんだよな。特技でどんぐらい食らうかですよ。普通にデルタサウルスとかデスゴーゴンで、だいぶ経験できるけど、こいつら弱点だからね、むしろ。小弱点ってやばいよ。メタリンちゃん調子いいね。これワンチャン3ターン目とかに一気に加速できるかもしんない。お前らいけるかもしんないよ、多分これ。ワンチャンあるぞ。うまいこと打点取れば3ターン目でいけるかもしれん。ああ、ラッキー。ワンチャンある。本当にワンチャンあるじゃん。ワンチャンあんな。でもこれ、凍てつく波動の関係でね、多分無理だな。このターンに、勇気溜め切って削り切ればいけるかもしれないけど、勇気を溜め切るのは無理だな。まあ、とりあえず、伊達の刃だって、だいぶお前ら返し出してる。張り切ったら、マジで張り切ったるぞ、お前ら。マジでこれドラゴンとかいけたんじゃねえかって思うレベルだもん。あ、でもさすがに無理かな。まあ、ゴールバスターにしてる理由はこういうとこが弱点とかっすね、爆発。だいぶ出るんですよ。ほら、400近く出るからね。まあ、このターンに決めきるのは無理かな、多分。さすがに、無理。押しつぶつー、いいよ、次のターンに決めていこう。3ターン目。
うん、来たー、やべえやべえぞこれ。大丈夫、え、大丈夫、え、うわー、え、うわー、ぶわー、危ねえなー、危ねえ、危ねえ、危ねえなー、ほんとに。天使、ここのターンはマヘドか死者の呼び声です。死者の呼び声で、つまりこちらの負け筋や死者の呼び声が先制で打たれたりして、やられることとか、死者の呼び声で900ぐらい食らっちゃうことなんですけど、おっとはーいマジか、そこ行くか。でもこっちは基本的に先制できるから。さあ、黄金の影、ゴールデンカッター、いや、いけるだろう、これいけるか。あ、ナイスさあ、どうだ、怖いな。てか、ね、お前ね、絶対先制すんじゃん。メタル系絶対先制するもんだな、ほんとに。素晴らしさ200超えだからな、大体が。さあ、このターン、大丈夫よ。なになになにこれ、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 氷、なにこれ、氷、なにこれ、おい、これ、涼しい、なにこれ。いいのかよ、これで。いいのかよ、この突破方法で。あれ、死者の呼び声全然使わんだ。これさ、今回行動がすごい良かったんですよ。2ターン目に魔界の豪華引かなかったしさ、死者の呼び声1ターン目に引かなかったしさ。だから、そんな勝てるわけないっすけどね。はい、行くぞ、バルマさん。おっぱい。よっしゃ、行くぞ、ゾウマさん。よし。はぁ、哀れな連中よの、騒ぎをくれてやろう。メラがいいよ。さよなら。ドーン。そのメラガイア振る先はもちろん自分なんですけどね。ちょっとゾーン、ま、最近お前動画で倒されすぎじゃねえか。いけちゃったな。メタルチーム普通に好きなんだよな、こういうの。統一感あって。はい、というわけで今回は DLC のメタル軍団使ってみました。楽しい。正直じゃあどうなんかって、メタルハンターに殺されたりするから、結局のところ実際問題はあんまりっていう感じなんですけど、まあ、普通に楽しいから OK ですよね、これ。実際問題はこれね、デンタリッチ、ゴーゴンの方が硬いです。正直言うと。なんで、硬さとして見るんだったら、いまいち。単純になんかテーマとして見るなら面白いかなっていう感じですね。まあ、たまにはいいんじゃないですかね。プラチナキングの正当強化ですね、まあ。プラチナキングはね、DLC の力でね、3体に分離したみたいな感じですよ。映り強かったわ。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。